エビナって場所すごい本当に大好きで、本当に大好きなんですよ。でも本当に大好きだからこそ、僕の後ろにあるこのデカデカとある看板はすごい悲しいし、まるでこう路上してる人がのけものかのように立場狭く、でも表立っては許可してるよっていう感じにするぐらいなら、いっそ全部禁止にしちまえばいいのにって正直思ったりします。でも世の中の流れがどちらかに傾いたのであれば、きっとまた逆方向に傾くこともきっとあるんでしょう。人間って欲張りなんで、不幸になったら幸せになってなりたがって、幸せになったら不幸になりたがるでしょ。僕ら幸せな時に不幸を求めてることにあんまり多くの人は気づいてないのかもしれないですけど、僕らってそうなんですよ。いつだって波を欲しがってるんですよ。だから俺にどこまでできるのか分かんないですけど、シンガーソングライターキャナイっていうやつが、あんまり大口叩きたくないんですけど、 2,3 年後に日本の音楽変えたいなって本気で思ってるので、本気でそう思わせてくれたから、みんなが歌い方もすっげー考えたし、今日必死こいて歌ってるし、今日歌えてよかったっす。途中不甲斐ないしょうもない一面見せてしまって申し訳なかったけど、来週からここでやっていこうと思います。で、今日は申し訳ない、あと1曲だけちょっと短いかもしれんけど、それは早めに歌ったからスタミナ切れしたとかじゃなくて、ちょっと今の感情の状態で何歌えばいいか分からなくなっちゃった。でもあと1曲だけ歌いたい歌があるんよ。ストーリーをちゃんと考えてきてて、飛ばしながらハニーミルクの後に一等星歌って、僕ヒロ歌って、似合う歌が他になかったから、この歌だけ歌って帰ろうと思います。今日は来てくれて本当にありがとうございました。ありがとう。俺ちょっとこれから頑張ります。本気で、今までも本気のつもりやったけど、俺が恵まれてんのはキャナイ出せよって、お前間違ってるよって言ってくれる味方がおることが一番俺は恵まれてると思います。そんなことあんまり言わないでしょ。あんたの歌い方じゃあプロには通用せえへんよって言ってくれる友達がおったことに、俺は今日一番感謝して、最後この曲歌って帰ろうと思います。ありがとうございました。愛の言葉って歌を聴いてください。
ありがとうございました。